ちょっと早めの誕生日プレゼントもらいました。紹介していきます。好きなものいろいろくれるということで、まずこれね、サキエルもらいました。ナノブロックで作るサキエルもらいました。いやーいいですね。早くエヴァ公開してほしいですね。あとポーチもらいました。正確に言うと、もうね、まあね、あえて深くは言えないですけどね、シンジ君とカオル君のポーチね。いやーカオル君の首が。あとこれ女子会的なポーチもらいました。とマスキングテープですね。マスキングテープの使い方って、楽器にコピテーションラインみたいに貼るっていうのもありですからね。ちょっとそれもありかな。あとはもうバランタインですね。やっぱこれが一番飲みやすいっすね。ストレートでも割ってでもロックでもいろんな飲み方して、これが一番飲みやすいです。癖がないんでね。でも香りはしっかりあるんで美味しいかなと思います。友達に勧められた飲み方やってみましょうか。教えてもらった飲み方なんですけど、チェリーのオールドファッションという飲み方があるらしいです。本来はアメリカンチェリーを使うみたいなんですけれども、今は普通のいわゆる日本のさくらんぼしかないんで、これで一旦試してみます。あ、ちょっと待って、シロップないぞ。しかもこれバーボンだぞまあ一回やってみましょうか。シロップがないので砂糖でいけるかな。とりあえずさくらんぼを5粒、さくらんぼ5粒、シロップがないんでちょっと砂糖で試してみましょうか。どのくらいだろう。やばい、でかい塊出ちゃいそう。ちょっと落ち着いて。こんなもんでいいかな。あの雪化粧の桜をかわいいですね。でこの桜を潰すスプーンで軽く、あ、やばい、フォーク持ってきちゃった。フォークだからいくないのか。軽く潰す。しやすいかなと思った。はい、さくらんぼ潰しました。ここに氷入れます。氷入れたここに、ここに本当はバーボン入れるらしいんですけど、今あるのがスコッチなんでスコッチ入れますね。はい、完成です。ちょっとアレンジしたチェリーのオールドファッションドです。まあだいぶ味は違うと思うんですけれども、まあ、ちょっと一回試してみようと思います。いただきます。あ、美味しい。これすごく飲みやすい。あ、これダメかもしれない、飲みやすすぎる。はい、そんなわけでタンプレをいただきましたという報告動画でした。今月誕生日なんで毎日受け付けてます。ありがとうございました。